皆さんこんにちは、Bレジェンド梅野です。そして Bレジェンド小林です。はい、今回はブルガリアンスクワットの種目の解説をしていきたいと思います。まず鍛えられる部位なんですが、メインで狙えるところで言いますと、お尻と、あと腿の裏側、ハムストリングスで、やり方によっては大腿四頭筋の方も、鍛えられます。あとは特にアスリートの方で言いますと、体幹トレーニングの要素も少し含まれます。そういったところの効果もお期待いただけるかと思います。それでは、動作の、解説を行っていきます。まず最初に、このような足をかける、ものを準備していただきまして、だいたいジムだと、まあこういう、ベンチが、あると思いますので、そういったものが使いやすいと思います。あらかじめこのようにベンチの前に立ちます。後ろの台の方に足をかけていきます。どちらの足からでも結構です。一番自然なのは、前に置いてた、足をそのまま後ろに持ってくるような感覚が一番自然かと思います。で、この状態で、背中が丸まらないように、体はやや前傾になるんですが、その姿勢を作ってそのまましゃがんでいきます。はい、で戻ります。動作としてはこんな感じで、下ろした時に、このお尻の筋肉がぐーっと伸びてる感じがあると大正解です。ポイントです。この時に膝が例えば外に行ったり内に入りすぎたりしないように、なるべく平行を保ったように動作をしましょう。目安で言うと、このつま先と膝の向き、これが必ず同じ方向を向くようにするとバッチリです。ポイント2つ目なんですが、先ほど、実践してもらった時よりもシートと立つ位置少し狭く、して足をかけてもらいますと、この膝の曲がる可動域が増えます。ももの前側である大腿四頭筋への刺激が強まります。なので足幅を狭く取っていただきますと、大腿四頭筋を狙うブルガリアンスクワットというようなバリエーションになります。以上で、ブルガリアンスクワットの、解説を、終了したいと思います。ありがとうございました。